2月27日水曜日、英語ニュースの時間です。東京 may be totally smoke free。東京五輪、競技会場敷地内は全面禁煙へ。今日は NHK ワールドのジャパンからのニュースです。この記事、えーと、少し前のものになります。2月22日に書かれていたんですが、 東京オリンピック・ヴェニュ東京五輪のヴェニュー、会場、開催地での喫煙がですね、全面的に禁止になるというニュースで、Maybe. トーリ m メ、まあ、イビーなので、まあ、多分こうなる予定というこの推測、推量なんですが maybe totally 完全に smoke free s スモーク、煙がフリーな状態、煙がないので、えー、全面禁止ということなんですねはい、で、これがですね、えっと、この記事の中にも書いてあるんですが Tokyo in 2020 would be the first Summer Games to ban smoking anywhere on venue grounds. At the 2018 Winter Games in Pyeongchang, smoking was banned inside of venues. smoking was banned inside banned n e v えっと、開催地の中は禁止されていたそうなんですね。But a small fire でも、a small fire 小さな火、これ、ぼ、えー、やのことです。was reportedly えとがレポートされた、報告された。Caused by smoking near a venue。開催地の近くの喫煙からボヤが起きたという流れもあって、 でえー、今回2020年ですね初の、えー、全面禁止になる方向性なんだそうなんですね、まあ、まだえっ、ー、と The 2020TokyoOlympic and Paralympic Games Organizing Committee is planning to ban smoking in and around O-Limit venues planning to ban なのでえっ、ー、とバンすることを計画している段階なのでまだ決定ではないんですけども、えー、とそういう方向性になるということなんですね The committee previously considered prohibiting smoking inside of buildings where games would be held but setting up smoking areas and venue grounds for spectators and staff. now committee members are ready to ban smoking and venue grounds altogether so, uh, inside the buildings where games would be held uh, games 中、建物の中だけ禁煙にして、開催地の外のところに、スペクタイトルス、えっ、ー、と、見物人というか観客ですね、と、えー、スタッフのために喫煙所を設ける予定だったんですが、Now, Now committee members are ready to ban smoking and vending grounds altogether。もう全部、えっ、ー、と、禁止にする予定で動いているという記事でした。はい。 日本の記事の方には、えっと運用に向けた課題として、観客などへの周知の徹底ということも書かれています。あの電車の中、吊り広告や駅の階段などに改札を出たらタバコを吸う場所がないことをずっと掲示すれば。 効果はあるあとはボランティアのユニフォームに禁煙を示すマークや言葉をつけるといいと思うという意見なんかもあるそうですはい英語のニュース毎日お届けしています、えー、今日のニュースもし何か皆さんからのご意見とかあればぜひコメント欄に書き込んでくださいそれではまたお会いしましょう See you later! Bye bye!